ットが着れるくらい韓国寒くて23度とかなので、東京よりも10度低いので全然寒いんですけど、もう全然もう着れなくて、はい、これからお肌の管理をしに行くのですっぴんです。アイメイクだけちょっとしてます。最近ハマってるカモミールティーもアンダーズホテルの1階にカフェがあって、そこで買いました。今日も一日楽しみたいと思います。今からやってもらいます。今終わってファンデーション塗りました。ちょっとね、赤みがなんかアレルギー反応が出たのでお薬をもらいます。こんな感じでここの病院に来てる芸能人の方の写真とかサイン、ちょっと私あんまり、あ、トワイスの方ですね。ハングルが読めないのでサインがちょっとわからないんですけど、すごいいっぱい感じで写真があります。私の写真も飾られるのでしょうか。大好きな俳優ちゃんも来てます。サインが、今何も食べてなくてお腹空いてるっていう話をしたら、病院の方が一緒にテイクアウトできるご飯屋さんのとこまで連れて行ってくれてます。アクジョンロデオですね。おしゃれなカフェとかもあって、割と夜の飲み屋街みたいな感じなんですけど、すごーい美味しそう。今ハンバーガーを待ってます。早く食べたい。カジュアルで、この辺のはずなんだよな。あ、かわいい、こういうの買いたかった。かわいい、どれにしようかな。かわいい。リガーリガーチセオ。え、どうもいいぽや。あ、ね。めちゃめちゃいい人。買いました。日本人が全然いない気がします。前はね、日本人が多かったんですけど、全然いない。ここに前来てすごい可愛かったので、ここで買い物したいと思います。人が多くなってきましたね。ここもすごい可愛いね。
じゃあお目当てのお店に行きたいと思います。あ、そうです。ありがとうございます。お願いすれ違ったんですけども。ありがとうございます。めっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。写真がちょっとダメなんですよね。 YouTube 撮りますか？声をかけてくれました。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。お母さんとお姉ちゃんと来たいな。あ、そう。マスタープ、チャナ、フルーツ飴。いただきます。あ、かっこいい。こまっか、おめでとうか。あ、かっこいい。細かすぎる。でかくかるんがさ。犬の服がないですけど、一体どこにあるんでしょうか。あ、ありました。ワンちゃんのお洋服、ここで買ってあげたいと思います。プティの服を持ってきたので、これをね、2個でもサイズ一緒なので買いたいと思うんですけど、何がいいかな。プティはニット人気です。ニットな、なんかちょっと嫌がりそうな気もするんだよな。ダウンとか可愛いかも。可愛い、これ。で、ロングフィッティングです。ああ、え、Lサイズ？はい、こっちが長いです。長いね。ロングサイズです。へえ、ワンワン。あ、はい。どうもー。はい。と、どうしようかな。ネイビーと。グレーも買いました。買いました。ドッグブランドそのまんま。なんか海外みたい。本での大通りは多分皆さん知ってると思うんですけど、大通りのとこの奥を一個中に入るてか曲がると、ちょっとね、こういうね、なんかもうちょっと大人めな、カジュアルめな服屋さんがたくさんあって、この通りも好きなんですよ。あった、あそこだ。てか見て、ワンちゃんグッズ。いくらくらいなんだろう。あ、でも1800円ですか。これなんじゃない。けどやっぱね、フードついてるとフードで引っ張られて苦しくなっちゃうから。あ、着きました。このお店、かわよい。着いた、やっと来れた。黒とこのベージュがあるって。
でどっちがいいんだろう。ベージュか、いいごちせよで、ベージュにします。2つで7800円でした。まあちょっと高いかなって感じです。韓国で服2着で7800円はちょい高い。でも現金だと 10% オフらしくて、うん、現金ないです。なのでもうちょっと安いのがいいって人はカンナムの、カンナム駅の地下とかだと結構もっと安く買えるのでおすすめです。この後は日本人の友達とご飯に行きたいと思います。この1個入った通りはね、あの大通りよりもちょっと高めなんですよ。いい感じのありそう。食べに来ました。ただいま11時58分寝ます。明日は4時にホテルを出ます。打ち合わせと生放送があります。おやすみなさい。いつも髪をこうやって上にこうやってちょんまげヘアで寝てるまーす。おやすみなさーい。